雲が見える大きな空の下、低く抑えられた地平線の上に教会の塔が見える遠くの風景の手前で、さまざまな種類の家畜たちが憩う様子。17世紀オランダの芸術家アドリアン・ファンデフェルデが1659年に描いた放牧地。画家の故郷であるオランダの特徴である広々とした平らな土地の上で、画面の中央では農民の夫婦が牛の乳を搾っています。そのそばでは小さな小屋の前で緑の葉を茂らせる木陰には馬が立ち、豚、鶏、ヤギや羊、牛が草をはみ休んでいます。これらの動物モチーフの詳しい描写に加え、画面の左側の木陰とそれ以外の箇所の間の明暗のコントラストが明確で、また左上から右下へと下る対角線によって変化をつけられた画面が特徴の作品です。